それで日本に帰ってきまして、それがちょうど3年の終わりで、もう4年の、周りがもう就職活動を始めてまして、ですよね。で、留学行くときは、卒業後どうするのかっていうのを全く決めてない状態で行ってて、ただ一応帰ってきてから就活もできるっていうタイミングだったので、そこで帰ってきて、こう、ちょっとこう、周りの就職活動の様子をこう見てたんですけども、なんか、周りの友達とかに、企業の説明会とか行ってて、なんでこの企業に行きたいの?みたいな。それで就職してどんなことしたいの?って聞いたんですけど、いや、なんか、とりあえず有名な会社だからとか、なるほどね。で、なんか結構ちゃんと会社の社会保険制度とかしっかりしてるし、みたいな。なんか、あ、そういうとこなのと思って、自分の中で。で、なんかこう、やりたいことがあってその会社に行ってるんじゃなくて、とりあえずその会社がいい会社だからみたいな。まあ、ネームバリュー的なところで行くと。で、自分はそれを見てて、なんかそうやって就職するのはどうなのかなと思ったんですよ。なんで自分のやりたいことをちゃんと見つけようと思って、自分のやりたいことって何だろうって自分の中でこう考えたときに、今はサッカーだなっていう、結局その答えに至ったんですよ。で、なんか自分の中で結局オーストラリアに行って思ったのは、こう、自分の人生で後悔、後々後悔するような選択はその時したくないなっていうふうに思ったので、まあサッカーを今選択しないで就職したら将来サッカーしなかったことへの後悔が残るんじゃないかなと思ったので、まあ、就職せずにサッカーでプロを目指そうっていうその時考だえ。からこそできることですもんね。サッカーも寿命がもちろんあるでしょうし。そうですね。そっか。まあ、だからもちろん、はい。それで、そしたらそういう、やっぱ自分から行くんですか?アプローチするんですか?オファーくださいみたいな。そうですね。オーストラリアの時とかはもう、チームの方に、こう練習参加させてくれみたいな感じでアプローチして、練習参加して認められれば契約するみたいな感じで、それは多分世界どこでも共通だと思います。そっか。オーストラリアに、オーストラリアサッカーしてたのは、ちょっとごめんなさい、勉強不足であれなんですけど、オーストラリアサッカーしてたのは、もともとサッカー留、もともと交換留学で行くじゃないですか。はい。で、サッカーチームは、セットじゃないってことですか?自分から行くんですか?セットじゃないですね、全く。自分からここに、でやらせてくれみたいなのそうはです。してくる。なんかサッカーしたかったんで、もう自分で、Facebook とかチームの Facebook 探して、もう、何十件っていうふうにメールを送って、で、練習参加させてくれみたいな、自分の簡単なこう履歴書みたいなのとか、まあ、じゃ、あの、プレイしてる動画みたいなのを送って、なるほど。それで行くんですね。それで、で OK みたいな形で。帰ってきて、そうですね、この木に来て、みたいに言われて、行くみたいな感じですね。じゃあ日本にいるときにもアプローチしてるってことですか?いや、向こう行ってしました。向こう行ってからアプローチ。はい。それで英語でアプローチするのもするんですね、もちろんね。そうですね。ね。じゃあ、ここでプレイしたいです、みたいな。そうですね。じゃあいろんな壁をちょっとね、こう、渡ってきたってことなんですね、おそらく。そうですね。なんかその自分で結局チーム探すっていうのもなかなかないことらしくて、大体その代理人とかがチーム見つけてくれるっていうのが主流なんですけど、自分の場合はこう自分でこう見つけていったって感じですね。それで、ちょっともう本当にいろいろ話聞きたいんですけど、ちょっと、あと10分以内ぐらいに終わりますね。あんまはり。い。それで、それで、まあ、戻ってきて、そのチームでこう活躍して戻ってきて、で、それで、マルタにはどうつながるんですマルタは、か?そうですね、日本帰ってきて、じゃあサッカーをやろうって思ったんですけど、もう一回オーストラリア戻るのも、まあ良かったんですけど、結局オーストラリアって結構日本人が多いというか、結構もう今日本人が世界に行くっていうのはそんな珍しいことじゃなくて、結構日本人がもう生活してるんですよ。でもなんか、いや結局オーストラリアで得た経験っていうのは、
こう厳しい環境下に自分を置くことによって、うん、よりこう成長できたなと思ったんで、まず初めての海外の長期生活っていうのでオーストラリアでいい経験ができたんで、うん、こう苦しさを味わって、うん、じゃあもっと苦しい環境に置きたいなと思ったんですよ。すごい M ですね、だいぶね。なんか、はい、はい、それで、うん、あのマルタはヨーロッパの中では日本人が全然少なくて、うん、まだまだ発展途上の国で、イタリアのあそこですもんね、近くの、島、マルタ島ですよね。そうですね、マルタ島、マルタ共和国って国ですね。うん、マルタ共和国。たまになんか留学とかも最近ちょくちょく増えてきてるところなんですか？そうですね、うん、留学とかも最近その英語圏なので、増えてきてますね、最近は。でもなんかそこでやっぱりこう、オーストラリアとまたちょっと違う厳しさ、はい、ところマルタにちょっと行ってみようみたいな。そうですね。うん、で、それは、それも同じようにこう自分からアプローチしてるんですか？いや、今回は、まあ、代理人の方がいて、この方通してこうアプローチっていう感じですね。代理っていう方も、全然僕、サッカーの、システムがあんまり分かってないんですけど、はい、代理の人も自分で見つけるんですか？代理人の方はもう、そうですね、一番最初はもう代理人の方は自分がチームと繋がんなきゃいけないので、そうするんですけど、もう一回繋がってたら、その繋がってるチームにこうコンタクト取って、選手とチームを繋げてくれるみたいな役割ですね。そういう代理人の人がいらっしゃるんですね。そうですね。その人は、もうウリュウさんが見つけた方、見つけたっていうか、ご縁があった方なんです。そうですね、もともとその自分の中学の時の恩師が、その方の知り合いで、そっかそっか、そういうネットワークで。そうですね、縁があってやらせていただきました。それではマルタで、で、それで、一応プロとしても契約してもいいですよ的な話にはなってるってことですね、今、現状。まあ、これからですね、結局コロナで、まあ、行く時期とかもちょっと不明なので、じゃあ行って、で、それで、ちょっと練習とか参加して、それから正式になるみたいな形で。そうですね。流れ的には。はい。はいはい。でも、それでコロナで、ちょっとこの本来であれば、もう行ってるはずなんですね。もう、うん、ちょうど今ぐらいでもう出発してました。出発してる予定だったんですけど、それで行けなくなったと、コロナで。そうですね。で、それで、なんとか食い継がないといけないと。そうですね。いうところで、この映像の仕事っていうか、こういう、動画撮って編集するしてやるっていうそのフリーランス としての登録をされてたわけですよね。そうですね。はい。それその動画もね、僕もさらっと聞いたんですけど、いや動画もちゃんとしっかりやってくれるじゃないですか。こうMacでこう機材持ってきてこうやったりされるじゃないですか。はい。だからあれもなんて言いますか、あれも趣味でやられてたんですね、もともと。もともとそうですね、結構その映像系は好きで、うん、高校3年生ぐらいから撮って編集するみたいなのをやってて、はい、で、それを趣味にしてて、で、マルタ、もともとサッカーじゃない映像。そうですね、全く関係のない感じの。それは趣味で？趣味ですね。高校の時から。はい。それ風景とかいろいろですか？なんかいろんな。そうですね、最初は写真撮るのが好きで風景とか撮ってたんですけど、うん、そこからこう映像とか、あの旅行とか行った時に映像とか撮って、なんかこう PV、まあ PV というか、まあそういうの作ったりみたいな。いやー、すごいね。いやいや、すごいっていうしか言えないですよ。もうなんか、いろいろサッカーやって、勉強もやって、語学もね、やって、そういった動画とかをこう、もやってっていう。だから僕は、この、ね、もう10以上もこう違いますけど、なんか、忙しいからできないっていう理由は言えないですね。こんな話聞いたらね。いや、そんなことはないと思いますけど、なんか、ね、まあそうですね、自分の中ではもうなんかまあ、一日一日無駄にしたくないっていう考え常に取り組んでるんで、うん。そうですね、なんか、まあそんな感じです。で、まあ話聞いた時に、あ、で、それで、本当になんかいろいろずっと話聞きたい部分あるんですけど、とりあえず今 T シャツ着ていらっしゃるじゃないですか。はい。これは、あの、あれですね、スポンサー契約されたってことですか？そうですね、主にスポーツブランド、あとフットボールブランドなので、うん、ウェアだったり、そのサッカーに使えるウェアだったりっていうのを、
うん、販売している、まあ、ブランドでして、で、そこのウェアをこう着用させてもらったりして、るっていう、まあ、サポートをさせていただいておりますね。これは、なんかお声掛けいただいたんですか、そういう。これも全部自分から。ああ、そうなんですね。今これ、スポーツブランド、サッカーのブランドと契約させてもらったんですけど、その他にも、インソールの会社だったりとか、うん、いうふうなのところに自分からこう、サポートしてくれみたいな感じで。ああ、なるほどね。いうふうな形で、で、結構、まあ、そうやってやってくる人なかなかいないらしくて。スポンサーを自ら見つけて、こう、動いてたってことなんですね。そしたら。そうですね。でも結構でも僕もなんかいろんな、なんと言いますかね、こう、スキーやってる人とか、プロスキーヤーの人とかも、はい、なんかスポンサーを自分で見つけるのにこう、足しく通ったりするっていう話を聞いたりとかもしてて、これと同じ感覚なんですかね、はい、多分。そうですね、うん。そっか、スポンサーをしっかりつけないと、まあなかなかこう、プロでこう、食べていく、にはやっぱりそういうサポートもないとやっていけないですもんね。そうですね。うん、なるほど。で、そういうのがひっくるめて挑戦者っていうのを自分のあれブランドというかあれにしてるってことですね。そうですね。もうそういったのを含めて全部こう新しいことを自分でこう挑んでいくっていう、うん、こういうふうな姿勢で取り組んでます。いやいや。ちょっとね、今日ね、ほかにもね、いろいろ、この前なんか、ああいう話を終わった後に結構いろいろ話してたじゃないですか。はい。あれはなんか、その、会社の、会社というか、その、そういうね、ウリュウさんのお友達のような、大学の時のような形で、こう、企業に入って、で、それで、ちょっと、なんて言いますかね、最初から夢もない状態で入る人ももちろんいるかもしれないですけど、はい。まあ、ああいうことやりたいなって、こう、ね、多少夢を描きながら入ってもこう潰されていくような人たちってやっぱりね、うん、私も周り見てて思ったりするところもあって、で私はそういったポジショニングに関わらずすごくいろいろモチベーションとかそういう挑戦少しでもね自分の等身大より少しチャレンジするってやっぱり大切じゃないですか。はい、まあ、私はそのウリュウさんみたいにその客観的にすごい突進できるような挑戦ができないかもしれないですけど、ただ自分の等身大よりはちょっとなんて言いますかね、こうどうせ生きていくのであればそういうチャレンジはやっていった方がやっぱり楽しいですし、多分周りの環境にとってもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりするので、そういう話もしてたじゃないですかね。そうですねそういう話もまたちょっとどっかでできればいいかなと思う。はい、ぜひ。今日はありがとうございました、本当に。こちらこそありがとうございました。また、ぜひ、ちょっと YouTube とかそういったのもね、今後やっていかれるかもしれないとおっしゃってたので。そうですね。はい。はい、またよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。